日本東京都世田谷区北沢地域大田大田は東京都世田谷区の町名。現行行政地名は大田1丁目から大田6丁目。郵便番号155-0033。世田谷区の北部に位置し、道区北沢地域に属する。北で大原、東で北沢、大沢、南で若林、西で松原、羽木、梅ヶ丘と接する。 北沢川が地区南部を西から東に流れるが暗渠化されている。地形は北沢川に向かって下る傾向があるが、北端の6丁目には南北に長い窪地があり、東西それぞれに上がる傾向も見られる。若林、世田谷との結びつきの強い1丁目、大田八幡宮、世田谷大田駅がある2丁目、3丁目、羽根木公園があり、梅ヶ丘。 松原との結びつきの強い4丁目、北沢との結びつきの強い5丁目、6丁目と様々な側面を持ち、区域内の一体としての印象は、希薄さが見られる。環状7号線、梅岡通りに沿った路線商業地、下北沢駅に近い近隣商業地などの商業地の、他に共同住宅地、小建て住宅地等が混在している。住宅地の地下は、 2014年1月1日の工事地下によれば、大谷二の23の16の地点で65万千円平方メートルとなっている。戦国時代末期に、ご北上氏の滅亡の際に、北上方の木良氏の家臣であった斉田氏が、現在の1から3丁目付近に到着し開墾したのが、始まりとも言われ、その後も開墾を進め、範囲を広げていった。 元々、江原軍に属し、現在の大沢の一部、大原をも含む範囲を指す概念であり、下北沢村の元々の中心部を東西から挟み込むような形であった。その後、甲州街道に接する大原が独自の発展をし、世田谷区への編入などを経て、住居表示の実施、飛び地の整理で、羽木の飛び地の編入、 逆に飛び地であったしも、大田島が大沢に編入されて、現在の形となった。旧版地図等によると、小田急線、井の頭線、現在の環状7号線の開通を契機に、世田谷大田駅、新大田駅周辺を中心に宅地化が進んでいった。宅地化の進む頃、世田谷大田から新大田に、車両搬出入用の線路が一時付設されたことが、 あるが、その痕跡が特段残っていないことからも宅地下の急速さが伺える。地名は巨人伝説に由来するという説がある。昔この辺りには大きな窪地があったが、それが想像上の巨人、大だらぼっちの歩いた足跡だ、というものである。柳田国夫は、著書、大だらぼうの足跡の中で、大田村の名の由来について、次のように考察している。 大田の端から東南へ56町、その頃はまだ畑中であった道路の左手に接して、長さ約100軒もあるかと思う、右肩足の跡が一つ、つま先上がりに土深く踏みつけてある、と言っても良いような窪地があった。内側は竹と杉若木の混色で、水が流れると見えて中央が野源になっており、かかとのところまで下るとわずかな平地に、 小さな銅が立つてその傍らに湧き水の池があった。すなわちもう人は忘れたかもしれないが、村の名の大田は確かにこの足跡に基づいたものである。2021年に完成した世田谷大大駅の駅前広場は巨大な足跡の異常を取り入れているが、この伝承にちなんだものである。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。大多の地主は、 世田谷村会議員の斉田金五郎、斉田聖吉、斉田常吉、斉田万蔵などがいた。大田で農業を営む人物は、斉田万蔵、世田谷村会議員の鈴木金次郎、鈴木健蔵などがいた。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鉄道の駅は、小田急小田原線、世田谷大田駅、京王井の頭線、新大田駅が設置されている。 道路は、関七通りが南北に通り、梅岡通りが東西に通る。ありがとうございます。